月の終わり頃には気温が15度まで上昇する日もありまして、春の訪れを感じたかと思えば、今シリーズは雪が降ったり雨が降ったり、そして気温が上がったり下がったりとした6日間となりました。水面上はシリーズラストラン12レース優勝戦が始まっています。対戦メンバー1号艇は神奈川尾津康、2号艇岡山岡瀬正人、3号艇長崎下條雄太郎、4号艇兵庫小月博士、5号艇は岡山長谷川正和、6号艇広島新田康明、以上6選手の対戦です。1コースにスタンバイは尾津康です。ここを勝てば東京三条完全制覇となります。今シリーズは中盤のアクシデントを見事に乗り越えてこの優勝戦の舞台勝ち上がってきました。2コースには岡瀬正人です。これで5場所連続で優勝戦メンバー入り、前走力津に続く優勝にも期待がかかります。隣3コースが下條雄太郎です。昨日の勝負掛け一発勝負、しっかりと結果を残しました。3手引いて4コース角には小月博士です。近況は A1 復帰が可能なポジションにいます。足を含めて注目のカロ戦、5コースが長谷川正和、江戸川初参戦で見事プロ入り初の優勝戦メンバー入り、そして6号艇の新田康明も長谷川と同じく江戸川初登場でプロ入り初の唯一となりました。3対3枠番通りの進入、優勝戦スタートを切りました。3コーストップスタートを決めたのは3号艇下條雄太郎、1番ゲート向かっていきます。仕掛けで3号艇も2号艇岡瀬ブロック、それをまくっていく3号艇1番3番投げて展開ついてきた4号艇の小月博士、バックステッチへ入りまして展開を見事に捉えました。4号艇小月先頭になります。2番争いは若い2人、5号艇長谷川、そして6号艇に行った外、5号艇長谷川が一歩リード、内迫る6号艇に行った。スタートは正常1周にマーク、先頭4号艇小月、2番手先の6号艇に行った、さばいていく5号艇の長谷川正和、ホーム外取り返しまして刺した5号艇の長谷川が2番手一歩リードしております。その迫ってくる6号艇の立体でありますが、現在その差は一定身となった。人気の中心1号艇の津は現在4番手の構想です。レースは2周1マークの旋回、先頭4号艇小月、2周1マークトップでクリア、2番手5号艇長谷川回り、握っていく6号艇の新田康明、バックステッチへと入りまして、ここで逆転2番手浮上は6号艇の新田であります。6号艇新田が2番手、3番手の構想は5号艇長谷川、現在2番手3番手定冠は2点審査、レースは2周2マークの攻防です。先頭は4号艇小月、2周2マークトップでクリア、飛びついてくる5号艇長谷川、差し込んでいくのが6号艇の新田康明、ここは差し込んで6号艇の新田がしっかりと2番手を守っています。3番手の構想も変わらず5号艇長谷川、上位3艇は4番6番そして5番体制でレースは最終周回入っています。1周1マーク見事に展開捉えました。4号艇小月が今最終1マークを取ってクリア、ここも飛びつく5号艇長谷川でありますが、握ってかわす6号艇の新田が2番手をしっかり守っています。3番手は5号艇長谷川、先頭は4号艇小月博士、これが3場所連続唯一、そして今年初優勝へと向かっていきます。去年7月ガマゴール以来通算では11回目、そして江戸川水面は2009年8月以来2回目の優勝となります。2番手は6号艇新田、そして3番手さあ潜り込んできた5号艇長谷川、最後の最後で再び2番手争いだ、まもなくゴールを迎えます。先頭4番小月優勝の5人、そして2着はどっちだ、内5番外が6番、その後ろは1番の津、2番の岡瀬、ラストは3番下條5人。以上12レース優勝戦でした。確定が出るまでお待ちください。ただいまのゴール確定が出ました。2着は6番、3着は5番、2着は6番、3着は5番です。なお2、3着の着差は4分の1定身、2、3着の着差は4分の1定身でした。